はい、じいちゃんはんです。今日はね、犬山市のこれどこ、天狗神社。ここもね、ちょっとね、有名な、心霊スポットとなっております。これがそんな感じのとこです。で、今から向かうのが天狗神社です。では皆さん見ましょう。いいのが撮れたらありがたいですね。あ、ここだ、これ、これこれ、あそこにあった、全然気づかなかった。ここだ、ここここ、うー、着いた、着いてもねえけど、相当長いぞこの階段。山道プラス階段か、うん、いい運動、ダイエットになるせやな、しょっちゅう来ようか。とてつもない階段を登っていきます。まあ、言うても夏日やしな、夏来るとこじゃねえぞここは絶対。まあ、さっきの通り雨で湿気アップやな、うん、ウェッティすぎるな。うわ、なんじゃこれ、おい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 、ちょっと待て、なんだここ、階段は俺たちの来るのを拒んでるのかよ、なんちゅうすごい階段じゃ。これ多分よ、訓練場やぞ。いや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 、疲れましたね。歩くこと35分間。おお、とてつもない
暑い。いいとこですよ。眺めもいいしね。うん、なんか幽霊さんが出るようなことは思いませんけど。